皆さん、こんにちは。本日はトヨタガズーレーシングラリーチャレンジ、イカホのライブ配信を見ながら、私、フミッパが各選手の走りを解説していきます。よろしくお願いします。私は東日本と関東ラリーシリーズのチャンピオンで、インテグラなどの FF 車両で参加している中堅のラリードライバーです。本日はそんな私の目線で選手の走りを見ていきましょう。基本ちょっと興味があったんで、見てみるついでに解説動画を作ってみようと考えてやってる次第です。最初はゼッケン101番千吉良さんですね。千吉良さん、林さん、林さんは全日本でもコドラやってる人かな。千吉良さんは車屋さんですね。飛んでます。ヤリス、GR ヤリスのコドヤリスです。あ、ここ早い。ここはこの次のコーナーなんか危ないんでしょうね。結構落としてる。ラインがしっかりついてる。綺麗なライン。ここ一瞬ちょっと落としすぎたけど、すぐ切り替えて踏んできましたね。悪くないと思います。綺麗。インガーつけて、次は結構回り込んでるんですね。ああ、綺麗にいったね。ちょっとブレーキが最後速いような気もしますけれど、その次のコーナーは分かんないから何とも言えないですね。いい走りだったと思います。で、次がゼッケン102番、小倉選手と高田選手、小倉クラッチの社長さんですね。この前の壮行会でちょっとお世話になりましたね。両方とも、小倉さんも高田さんも。どんな走りですかね。あ、来ました。少しだけ踏みが甘い気がしますね、今のところ。やっぱ次のコーナー少し危ないんだろうな、この感じ。ああ、インがしっかり攻めてていいですね。ここは踏みが足んないけど、ここか。おお、だけどブレーキ踏まずにちゃんとアクセルで合わせていけましたね。いいですね。ちょっと映像が乱れちゃったんでわかんないですけど。ここどうだろう、インが。もうちょっと曲げたかったな、今のは。あ、踏んでる踏んでる。小倉さんはなんかちょっとブレーキが強いんでしょうね。さっきといっぱい走ってるから。で、次が佐々木選手ですね。正弘選手、鈴木さん。佐々木さん、うまいですよね。この前、サーキットで横乗ってもらったら、私のインテグラ運転してもらったら、コンマ2秒負けました。同乗状態で。踏んでんなぁ。早い。まあ、姿勢作りがうまい。シフト操作も早い。まあ、綺麗。やっぱブレーキがうまい。あ、うまい、うまい。今のところもすごいうまくまとめてって、うまいな。ブレーキからの単位の姿勢作りがすごいうまい。ちょっと今のは失敗したのかな。ああ、ちゃんと外側まで使ってて、一番車速乗ってそうですね。で、次は、早川選手で、あ、違うな、小倉選手と竹原選手。小倉学園の方の、小倉クラッチの方の関係者なんでしょうね。去年も、この渋川ラウンドに出てたような記憶がありますね。来た。ちょっと踏んでないな。まだちょっと怖いんですかね。映像が乱れちゃった。ギアを1個下げた方が良さそうですね。で、踏めないんだとしたら、このギアで走るのもある意味正解ですね。下手な減速しないから。ライトルが綺麗なんだけど、ここはちょっと外しちゃいましたね。大きくスラロームしすぎた S 字を。ここはストレートとか踏みたいとこだけどな。1個ギア落としたいな。確実なストレートのところは。で、次は早川選手と山本選手、GR ヤリスですね。TGR ウィング、 GR ヤリス889。ちょっと間隔が空きますね。来たかな。いい感じで踏んでますね。なんか車の感じがボールが大きいですね。なんでかわかんないけど。あと少し、さっきの小倉クラッチの車に比べて、
速性能が悪い気がする。ちょっと踏んでないですね、ここは。失敗しちゃった。ちょっとエントリー進入ミスっちゃいましたね。ここどうかな。悪くない、ラインは悪くないけど、あんまり車が速くない気がするのは、なんでだろう。理由はわかんないですけど、ファイナルとかギアとかその辺なんですかね。で、次が大森選手、山本選手、TGR ウィング、GR ヤリス611でいいかな。踏んでそうですね。あ、そうでもない。車さっきと同じぐらいの速さですね。なんかギアを1個落としたいけど違うのかな。少し遅い車は気がしますね。踏んでないだけなのかな。あと、これもやっぱりなんか伸び側のロール量っていうか大きいような気がしますね。なんか車が動きすぎてるような気がするんですけど、外はつかない方がいいと思いますよ。危ないから。あ、ここは綺麗。インガー筋の1個目いいっすね。踏み、あ、踏んでますね。ここは踏めてますね。いいですね。で、次、絆選手とミンミンですね。ミンミンは大学生の頃から知り合いですね。彼女は大学生の時に子ドライバーで初めてやってる時に会いましたね。踏んでそうですね。あ、踏んでる踏んでる。速い。いいね、姿勢もいいですね。なんか上手い人が乗ってそうですね。ここはちょっともったいない。インガーが開いちゃった。あー、ちょっと突っ込みすぎたね。ノート聞いてなかったかな。ためらいアクセル。あ、いいですね。ちょっと落としすぎな気もするな。クリップがちょっと手前でしたね、今のは。踏んでるけど早いですね。次、遠藤選手、小倉選手、サウンドキッズ春 GR ヤリスでいいかな。ちょっと時間が空きますね。どんな走りかな。来ないね。来た。踏んでそうですね。はいはい、いいですね。いいですね。ここはちょっとダメでしたね。インが開いちゃった。失敗した。ここ失敗した。2階にブレーキを開けちゃった。ここはいいですね。さて、おお、スムーズ。ちょっとライン外れちゃったけど、スムーズ。踏んでる踏んでる。いいね。早いですね。ちょっとレグ当てちゃったかもしれないけど。で、次が秋畑野選手と山本真美選手ですね。山本さんはよく子ドライバーやってる、全日本ラリーとかいろんなところで子ドライバーやってる選手ですね。畑野選手はスプリング屋さんの社長さんなのかな。踏んでんな。早いね。ちょっとインガー外しちゃったけど、踏んでる。早い早い。お、いいね。綺麗。お、うまい。うまいね。なんか一番うまいかも。ちょっと進入でギャップで跳ねちゃいましたね、車が。お、うまい。慎重ですね、ここは。あー、速い。佐々木選手の方だけど、ここはなんか速そうだな。で、次ゼッケンが岡野選手、スマッシュの方ですね。藤本選手、セリカ、トヨタ時代自動車大学校、ラブカ、スマッシュ、猫セリカ。猫が好きなのかね。セリカですね。最終型のセリカ。これよく曲がるんですよね。いい音だ。補助灯ついてるね。学生だと思うと上手いですね。今のちょっと切るのが遅かったけど、ここも少し遅いんでしょうね、切るのが。あー、ここ
あ、失敗。もう一個ギア落とした方がいい。いいですね。この方かな。攻めすぎないで。少し気合い乗りすぎて、ちょっとライン外しちゃってますね。まあ、だけど学生なんでしょうからって考えると全然うまいですよね。よく踏めてるし、すごいと思う。で、次が中野選手と福島選手。スターレット EP82 ですね。私6台昔乗ってました。デクセル GR スターレット。なんか速そうですね、GR スターレット。最近タイで発表されましたけどね。来た。なんかミッションが、クロスミッション入ってそうな音ですね。あそこ。結構速いの、スターレット。スターレットも上がんないんですよね。セットもあるんでしょうけど。うまい。今のちょっとブレーキもったいない。けど、リカバリーがうまい。うまくロールを使ってアクセル踏みすぎないで、まだ出さないで曲がってきましたね。なんか画像が乱れちゃったけど、まあ今の S 字の1個目がちょっともったいなかったけど、踏んでる。あ、今のなんかロールの揺りも落としはちょっとストレートはもったいなかったけど、早いっすね。お、次は津田選手ですね。知り合いですね。今井選手、クラウン、コンペ393クラウン。普段私と同じ東日本シリーズとか群馬シリーズに出てる選手ですね。普段はエボでやってます。異色ですよね、この車で。覆面パトカーみたい。去年の WRC 終わって翌週のラリーとかでもこのクラウンでジャンプ台を飛んですごい話題になった選手ですね、津田さん。映像が乱れてちょっと分かんないですね。ね、まあ車はロールしてて妄想ではあるけど、ね、よくこれで走れるよな。クラウンで走ったことないから分かんないけど、ね、結構クラウンすごい性能あるはずだけど走れんのかな。踏むね、津田さん。で、次が岡本選手、伊藤選手。こちらもドラコドラとも知り合いですね。HL、ハッピーライフか。ちぎら自動車、横浜セリカ。ここで横浜のタイヤなんですね。あ、そういえばタイヤ。ラリータイヤ。ダートタイヤっていうのを使ってます。踏んでるね。お、コーナリングやっぱいいですよ。コーナリングは速い。HL はそこまで速くないけど、こういう感じ。岡本選手は昔、2区と4区に分かれてた頃の全日本ラリーシリーズに、2K9 で出てた選手ですね。私の先輩です。H はちょっと速くない感じはするけど、コーナリングは、ああ、なんかちょっと余分にやっちゃった気がするけど、コーナリングが速い気がしますね、見てて。で、次ゼッケンが新井選手、川野選手、A86、去年も出てたやつだな、多分。匠クラフトレビンで、コドライバーの川野くんは全日本ラリーとか海外のラリーとか出てる選手ですね。ドライバーです。来た。なんかためらいアクセルだな。あ、けど結構速い。今のはちょっともったいないけど、まあ、まあまあしょうがない。少しもうちょっと外側から曲げていった方が良かったんでしょうね。ここ落としすぎだな。複合コーナー難しいのは分かるんだけど、いや、アンダー出すより全然いいですけどね。はい、次 S 字どうなるか。あー、ちょっと膨らみすぎですね。1個目、2個目ともに、車速を少し乗せられてない気がしますけど、ちょっと86としては速い気がしますね。次が、ゼッケンが田辺選手、山口選手ですね。86。ZN の方ですね。新しい方。IC86NDS 横浜。かっこいいカラーリング。もう速い。速いぞ、これ。結構今の危ないぞ、だけど。突っ込みすぎな気がするけどな。うまい、うまい。あ、映像
と乱れてるのか分かんなくなっちゃった。なんかこの下踏みっぷりが良さそうですね。良さそう。踏んでる感じがしますね。元から映像が乱れてちょっと分かんないけど、結構外側まで使いますね。泥とか出てたら刺さりそうで怖いな。ロールした状態で外側まで使ってるから怖い。次が松下選手、久保田選手、A86、ブリック、エアバスター、横浜、カローラ、レビン。ブリッド。ってことは、シートメーカーの社員さんなんですかね。去年も出てたような気がしたりするな。86って感じですね、この直線の感じが。86だな。ノンブレーキでいけちゃうんだ。あ、綺麗に曲がってくな。うまいね、荷重移動が。86って感じの速さですね。いいですね。で、最終ゼッケン、このクラス、富林選手、ダイモン選手、チームブリッド、エアバスター86、ZN6 ですね。富林選手は島上がりの選手ですかね。私の前の部下が富林選手と同じ同期だったらしいです。映像乱れてわかんない。同期っていうのはあのグランツーリスモ5かな。世界5位とかだったらしいね。映像が乱れてて分かんねえ。去年も走ってましたね。去年は私が見てた SS だと富林選手がダントツで速かったですね。運転うめえって思いました。で、これでクラスが変わって、次が E2 エキスパート2で ZN6、 トヨタの86ですね。2リッターのタイプの86のクラスに変わります。で、石川選手、鈴木選手、ダンロップ、レイズ、ジール、大仏86。あ、来ましたね。来た。今全日本ラリーとかにも出てます、石川選手。ちょっと今のコーナー遅かったな。ああ、ためらいアクセルだな。だけどライン取りは綺麗です。もうちょっと向き変えすぎましたね。今ちょっと危なかったんじゃないの。ドリフトをやってる、ドリフト出身のドライバーさんでいいんですよね、多分。石川さん S 字の1個目綺麗ですね。うん、踏んでる。よく曲がるのかな、車が。ピクって動きますね、ステアリング入れた時に。で、次ゼッケンが春選手と中島選手、ユーロルブリカンツ、チギラ自動車、 TS シウ86。シウってなんだろう。春選手も群馬戦に出てる女性ドライバーです。早いですね。もう踏んでんね。加工が悪いけど踏んでんのが分かる。よくわかんないな。回復した。あれ、なんでウィンカー、なんか間違ったか。だけど綺麗に曲がってくね、今のところ。難しいな。はい、SG。おお、綺麗。良さそうですね。踏んでる。いいですね。シフトアップとかもいい感じっすね。で、次ゼッケンが萩原選手、松井選手、荻原なのか萩原なのか、これどっちも読むからわかんねんすよね。 F ドライブ、フリーダム86。ちょっと時間空きますね。うん、あ、来たかな。来たね。おお、ちょっと大回りでしたね、1個目。なんだろうな、ちょっと突っ込みすぎな感じがするな。ここも
少し突っ込んで、なんかインを外しちゃってるような、なんだろうな、フロントが伸びすぎるんかな、リアに荷重がかかりすぎてるのか、なんかそういうセッティングの車の感じがしますな。なんだろうな、車のセットがあんま良くなさそうな気がするな。難しそう。フロントに荷重がかかんなそう。アクセル開けながらコーナリングするとアンダーが出ちゃいそうな感じのなんか姿勢でしたね。運転じゃなくて車のセットですね、多分。次が平山選手と高野選手、トヨタ暴食自動車部 86E。 派手なカラーリングだね。あ、ライン取り綺麗ですね。いいですね。綺麗ですね。もうちょっとだけ踏みが欲しいですね。綺麗綺麗。ちょっと大きく曲がりすぎですね。S 字の1個目。あ、ここは速い。速いね。で、次が鈴木選手、トリュー選手でいいかな。MSCC のところですね。マツダスポーツカークラブだっけな。フォーミュラー1横浜86。踏んでそうですね。いいですね。よく踏んでる感じですね。ブレーキは苦手なんかな。なんか今ちょっと外しちゃいましたね。なんだろうな、ブレーキの違和感があるな。なんだろう、なんだろうな、なんで違和感があるんだろう。左足ブレーキでも使ってんのかな。次が読みがわからないですね。小船選手でいいんですかね。渡部選手、あ、渡部くんか。これはアド86レーシング。コドラはあのチューブキッキンシリーズ畜生に出てる選手です、ね。まあ、全日本にドライバーで出てたりしてますね。ちょっと車がなんか遅い気がしますね。アクセルの踏みなのかなんだかわかんないけど。で、今はラインをなんかちょっと外側走ってて危なそうですね、あのラインを。慎重ですね、ブレーキで探ってってますね。ぶっつけなそうでいいけど。大きくちょっと曲がっ、大きく回ってるような気がしますね。 S 字の1コーナー、また少し車が遅いのかな。この感じ。124番、次が小林選手、中島選手、チームRT86 で。ちなみにあのここで喋ってるのは私の独断と偏見による、あの適当な話なので、これで怒ったりしないでくださいね。お、早い早いってことも、ツッコミ重視なのけど早い、元気が、勢いが走るけど、そこ外側走るとなんか危なそうだけど、リンガーもつけてていいな。ちょっとやっちゃった。まあ左前タイヤに荷重かけすぎて、ちょっとタイヤがブロックがよれちゃってダメな感じでしたね。あ、いい、うん、早い早い早い、うまい、この人うまいね。で、次はクラスが変わって C3 チャレンジクラスの86ですね。さっきはエキスパートで、今度はチャレンジクラスです。86ばっかのクラスですね。利安選手、内田選手、渡辺86。なんかかっこよさそうな。あー、インガー外しちゃってるね。ちょっともったいない。なんか全般的にインガー外しちゃってんな。少しもったいないな。あ、ここはいい。
ゃないですか。どうかな。少しだけ外してますね、一歩目。ちょっともったいないけど速い。で次ゼッケンが杉山選手、田中選手、トヨタ防食自動車部 86C。 C ってなんだ、 E とか C とかってのは。ちょっと時間が空いてますね。スタート間隔は変わってないはずなんで、さっきの、あ、来た、踏んでるね。なんかアクセルの早踏みをしてそうな。あ、そうでもないな、綺麗だな。うん、いいですね、綺麗綺麗。ちょっとやりすぎた、失敗。シフトターンした方がいい、そこ。あ、ここも突っ込みすぎた。なんかこの人はコーナーごとの差が大きいな。あ、ちょっと大きく回りすぎましたね、1コーナーの進入。踏んでる踏んでる。あ、運転のばらつきがある感じがしますね、この選手は。でその次はオツ選手でいいかな、矢部選手、O2 レーシング86。ここもまた間隔は少し空きますね。ってことはさっきの杉山選手が速く走ってたってことなんでしょうね。来た、ちょっと空走距離が多いような気もします。少しだけ多いかな。あ、なんかみんな難しいんだな、ここ。あれ、飛んだな。松坂選手になってますね、急に変わった。松坂選手はなんか車も途中からだから分かんないけど、車の速さは普通って感じがしましたね。で次ゼッケンが若月選手、花川選手でいいかな、コンペ86。なんか文字化けしてますね、コンペっていうとラリーチームですね。来た、随分インを攻めてますね。車幅感覚自信があるのかな。結構今まで一番ぐらいでイン攻めてるな、この人。あ、だけどここはそうでもねえな。ここでどうなるか。ああ、いけたいけた。デッドに攻めますよね。車幅感覚が多分すげえあるんだろうな。それだったらアートワンも今少し使ってもいいんじゃねえかなって。その方が車速は伸びるから、ライン取りを、脱出側をちょっと変えた方が速くなりそうですね。次はこれなんて読むんだ、ハンヤ選手、宮田選手でいいかな。チームイバトヨガッツ86、 GATS86、 86が大文字ですね。ハリア選手かな。なんか少し遅い気がしますね。なんだろう、ファイナルなのか踏んでないのかどっちとかちょっと踏んでないのかな。まあまあチャレンジクラスですからね。いい、ギア落とせ、そこで。チャレンジクラスは本当に初めてラリー出る方も、あ、人がちょっと余ってますね。ラリー初めて出る方もいると思うんで、まあ怖くて結構しょうがない、初めの方はね、踏めないですよ、林道は怖いもん。しかも群馬のラリーなんていうと道が難しいからなおさらね、踏めないですよ。他の TGR ラリーと比べてちょっと道が違いすぎると思うん で次が塚本選手、高橋選手、マッスル86。綺麗に、塚本選手は昔も TGR ラリー出てましたね。ドリフト出身の選手ですね。今フィンランドで修行してる山本くん、
WRC ドライバーになる練習して山本が出てるラリーとかでも塚本選手は昔出てましたね。もう早い、なんかここちょっともったいない、脱出がもったいない、せっかく途中まで早かったの。次林選手、中村選手、熱、富山レーシング、富山、ああ、うちの動画が去年なんか流されてたところかな。綺麗な、キラキラですね。この人もいい、滑るな。右側の左側の車幅感があんまないんだな。少し大回りしちゃいましたね。まあそこのコーナー難しいからな。さてここはどうか。ああ、ここも余しちゃったな。で次が塚本選手、高橋選手、 GRG ミッドレス86、高橋亮、あ違うな、斉藤亮だな、私が知ってるの。頑張って踏んでますね。おお、左側が違うね。この人もリンガーをデッドに攻めるね。なんか今の怖かったな。頑張りすぎちゃいましたね。突っ込みしすぎちゃいましたね。思ったより2個目のコーナー、このコーナーは曲がってたんでしょうね。いいと思います。で次が宮田選手、上原選手、串焼き海フィート、宮田翔海86、宮田紹介ってなんだっけ、来ないっすね。で今のところ落ち選手がトップタイムっぽいですね。来た、この方もイオデッドに攻めますね。で苔の上でブレーキ踏んでるから怖いもの知らずですね。知らずってわけではなさそうだな、運転は。ちょっとアンダーアンダーだ。アンダーっていうか、まあ、ラインミスってますね。まあ、だけど初心者で踏めれば十分ですよね。ああ、映像が飛んじゃったんで、今のよく分かんなかったんですね。まあ、普通って感じですね。で、次が最終ゼッケンで、万太郎、多田選手。SPM 関東工業大学、ウィンマックス86か、来ました。もう綺麗な86だ。結構速いぞ。なんかだけど動画がなんか一瞬ワープするような気もするからな、切り替えの時に。まあだから綺麗に走ってますね。あ、ブレーキちょっとやりすぎたね、踏みすぎましたね。はい、 SG、 おお綺麗、 SG いいね、踏んでますね。でこれで C3 クラスは終わりで、次 E3 クラスエキスパート3で、トヨタ車限定の排気量 1500cc 以下のクラウクラスですね。ビッツとかヤリスとかプラッツとかスターレットとか NA がメインのクラスだと思います。もしかしたら2分空くかもしれないですね。最初に来るのは細谷選手、影山選手、メープル横浜ダン、D なんだっけ、 DLX、 モティーズ、独一語ビッツ。まあ細谷さん早いですよね、知り合いの方ですね。影山さんも
どちらもベテランです。細谷さんは最初はダートラやってた人ですね。ダートラからラリーに転向して、影山さんは去年の WRC もコドライバーで出場してます、ね。入江っていうやつの、あれは、なんだっけ、ウェルパインモータースポーツから出てたビッツなのかなにコドライバーとして影山さんも乗ってました。なかなか来ないな。2分空けてもらったんだろうな、これはな。細谷さん早いからな。来た、踏んでますね。おお、ピンをネットに攻めますね。相変わらず細谷さんはピンの寄り方がね、ちょっとおかしいんですよね。細谷さん上手いね。おお、そこで踏みながらいけるんだ。うまいね。なんだろう、タイヤマネージメントっていうか、なんか荷重コントロールもうまい、うまい。なんか今までで一番うまいかもしれない F の中の人で。他の車はまあ軽いっていうのもあんのか、だけど。で、次が柿沢選手と新井選手、プラム、スワヒメ、セラメタ、CF、オーテ、アオテン、ヤリスってなんだろう、わかんない。まあ次はヤリスですね。新しい方の来た。なんかピカピカです。踏んでますね。ブレーキ失敗しちゃいましたね。さっきの細谷さんと比べちゃうと車が重いんだなって感じがしますね。見てて少し頑張っちゃったな。 S 字の1個目、うん、やっぱ現代の車と昔の車だと現代の方がいいはずなんだけど、細谷さんのビッツが速すぎて遅く見えちゃいますね。で、次がゼッケン、138年、ユザー選手、原沢選手、ヤリスですね。チギラ自動車ヤリス、両方の知り合いですね。ユザー選手も群馬戦出てたりします。で、コドラの原沢選手もドライバーで出てたりします。まあ、全日本スポット参戦ですね。インプレッサで。ちょっと慎重になりすぎですね、ユザー選手は。ためらいアクセル。いいですね、S字の1個目。リブ当たっちゃった。で、次が内田選手の内田選手、兄弟でしたよね、確か内田選手。TFT BFA プラッツ、よく軍祭でお会いしますね。内田選手も軍も、もうリカ攻めて踏んでますね。結構もういいですね。車速のセルラインに入ってきましたね。もう踏んでる踏んでる。おお、うまい。おお、ちょっと突っ込みすぎた。ここはやっちゃった、もったいない。早い早い。で、次が伊野選手、酒井選手、チームブリッド、エアバスター、ヤリス。ちょっと時間が空きますね。ってことは内田選手が早かったってことですね。来たかな、音が聞こえる。ちょっとアクセルを踏んだり戻したりしてますね。車は派手だな。ラインを切れ。少しブレーキが長いのかな。ちょっと遅いな。
なんかマットフラップ吸ってません？これ音的にぶつけたのかな。もう S 字1個目は綺麗なラインできましたね。うん、いいですね。で次が小林選手、小林選手 NK ヤリス2024と、ご夫婦なんですかね。来ましたね。綺麗なライン踏んでますね。綺麗綺麗。おお、うまい。ライン取りうまい。ここは1個目ちょっと外しちゃいましたね、S字の。そこラインうまいのに車が少し遅いのかな。なんかそんな感じが少しだけしますね。みんなとファイナルが違うとかギアが違うとか。で次がジャッキー丸山選手ですね。IDI ゼウスジャパンヤリスか。早いな。クイッて曲がりますね。ホーン鳴らしたりなんかするかもしれないですね。このクルーは。その余裕はないかな。もういいですね。やった。やっぱり。ちょっとだけ膨らんじゃったけど、それでも綺麗にまとめましたね。今のライン。綺麗綺麗。いいね。早い。早い早い早い。ちょっとだけクリップが奥だったのがもったいないけど。読めませんね、月。美濃島選手でいいかな。美馬選手。チーム小島 ART ヤリスに。ART ってことは ARTA じゃないか。アート。何なんだろうな、ART って。少し時間が空きますね。来た。ライン綺麗。いいね、いいね、いいね、踏んでるね。もう綺麗綺麗。突っ込みすぎないように。おお、いい。おお、帳尻合わせましたね。フロントのあのダを切った時の抵抗でうまく減速して帳尻があった。少し。外しちゃった。2個目はインつきすぎな気がする。あ、やっぱ車速が乗んない。多分2個目の脱出のあのラインだと車速乗んないんですよね。で次が南久松選手と酒井選手。あ、こちらも知り合いの方ですね。小倉学園なんだ。小倉学園 GI 図大松製菓7のヤリス。お、速い。結構踏んでる。早い。コーナーの進入が早い。おお、ラインも綺麗。おお、ちょっともったいなかったな、膨らんじゃったのは。だけど登りは登んねえな。ライン綺麗。運転綺麗だな。少し遅いんだな。運転はうまいと思う。で次が加藤選手、中島選手、第一設備工業ゼウスジャパンヤリス。ゼウスジャパンを入れてる人結構いますね。チーム員なのかな。だけどチーム書いてないから違うかな。踏んでますね。おお、いいね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 。踏みっぷり、頭が悪い感じの踏みっぷり、いいですね。お、車を結構動かす人ですね。少しだけ失敗しちゃったけど、それでもまあそんなでもないよね。
でるね。車速乗り、おお、速い、やっぱり速い。車だけど、普通よりちょっと速いぐらいかなって感じがしますけどね。次が新田選手と里中選手と、あれ、これなんて読むんだっけ、ウレス、ウェル、ロシア語だっけ、アクアトラス135。パーツメーカーさんの名前ですよね。綺麗に運転してますね。ライン取りも、なんか車がちょっと重そうだな、今の。もう少し外しちゃったな。なんか車がやっぱ重そうだな。コーナーの脱出あたりでリアが持っていかれるような感じを見せますね。ずいぶんおんまりするな、ここは。もったいないな。けど車はさっきの南久松選手のヤリスよりこっちの方が速いような気がしますね。で、次が吉川選手の新井選手、スターレット EP82、戸月自動車横浜匠クラフトスターレット来た。ちょっと外から入ってきます。ちょっともったいなかったな、今の進入。多分シフトダウンしないでそのまま来ちゃった方が早かったんだろうな。経験値がありそうな人の走り方ですね。ちっちゃく回る無難な走り方だけど、その大きくもミスしないし、私もよくある走り方します。もういいね。ちょっとこれは車速乗ってるかな、少しだけ遅い気がしますね。クラッチケットな、違うんかな。次、佐藤選手、菅原選手、 G クラブグループ4、え、モータースポーツアドバンヤリスなのかな。お、速い。あ、この人も群馬線出てる人です。速いね。ちょっと映像乱れてるけど、足のセットがすげえ、去年の開幕戦かな、群馬線と筑線の見てて足が一番良かった印象がありますね。加速がいいね。ファイナルが違うのかな。うん、速い。やっぱちょっと車は速いね。加速がいい気がする。で、次が谷口選手、石川選手、ネッツ群馬、G スパイス、CVT アリス。地元のネッツ群馬からの参戦ですね。ちょっと遅れてるな。ってことは少し遅れてんですね。来た。勢いいいですね。おお、いい。よく乗ってる。今のはちょっと因果がもったいなかった気がするけど、結構突っ込み重視。それでも曲がれてんな。ここでどうなるか。おお、それでも速い。いいね。ちょっと突っ込み重視な感じはしますけど。あ、そっか、 CVT だから頑張ってんな。今もったいないけど速そう。あーさー、クリップが手前すぎですね。今のちょっと危なかったな。突っ込み重視のクリップ手前なんだな。そこ直せばもっと速くなりそう。次が岡田選手、内田選手、GRG 埼玉中央ネッツ東埼玉ヤリス来ました。おう、うまいうまい。今のはシフトダウンしないでそのまま来ちゃった方が早かったんじゃないかな。因果を避けたんでしょうけど、綺麗。シフトダウンしない。
車がなんか普通の車の速さですね。ギアとかノーマルなんでしょうね。ファイナルとかも。次が堀田選手、山田選手、茅場マテックスアクアヤリス、ああ、マテックスアクテックか。すいませんね。アクテック、ダンロップヤリスですね。辻井さんとこの、ちょっと遅いな。なんか慣れてない感じですね。ドライバーかコドラのノートの読みなのかわかんないですけど、踏めてない、ビビってる感じがする。ここは綺麗に行きましたね。外しちゃってますね、ラインを。ラインを外しちゃってるね。グリップが全然違いますね。もったいないな。練習ですね。で、次が E1 クラスエキスパートのビッツ 1500cc のクラスですね。 NCP131 NCP91 高橋夫妻のやつですね。メープルプロミューバーマビッツ、もう速い。ちょっとライン取りを脱出側で前田に使いすぎだぞ。今の崖の上まで行っちゃってるから怖いね。もうそこで進むのも賢い。ちっちゃくちっちゃく。さすがジムカーナ出身、賢いライン取り。この車はジムカーナ上で私の練習会で運転したことがあるんで、車の速さとしては普通でした。いいね、車速乗ってる。今のライン取りいい、速い。で、次が清水選手、バン、ハン、どっちかわかんないですけど、選手、猫の手ビッツ横浜。この方も軍祭でお会いしたことありますね。ちょっと空いてるな。来た。踏んでますね。お、いいね。ちょっとだけインガーに寄った方が良かったかもしれないけど、だとブレーキが少し遅いように見えた。おー綺麗。なんか少しなんだろう、アンダーでしたね。今脱出側が切ったまま踏んでって、タイヤのキャパ、フロントタイヤのキャパ超えちゃったような。左前を、こことかな。まあ少しだけもったいないけど、あ速そう。あ速い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 、いいね。グリップをもうちょっと奥にした方がもっと速くなりそうでしたね、今の。次、長野選手、安田選手、コンペ匠ビッツ。ちょっと時間が空きますね。いらっしゃいました。踏んでますね。あ、これはもったいない。ま、もっといい行った方がいい、絶対。あ、いいですね。あ、賢そうだ、この人。踏めてる、踏めてる。ライン取りが。ちょっと今の S 字の1コーナー目はもったいないですね。少し車速落ちちゃってる。脱出はいいですね。次が遠藤選手、小出選手、オチムシャーズ131ビッツ。少し時間が空きますね。来た。お、踏んでますね。少しインをクリップが手前すぎますね。けど踏んでる、踏んでる。よくわかる。やっぱクリップがちょっと手前なんですね、この方は。少しアンダーチックに走っちゃってますね。最後の脱出でブレーキを少し踏んじゃってもったいない。うん、ここも開いちゃってるな。ここは速そう。もう速い速い。やっぱね、クリップが手前ですね、どのコーナーも。
少し危ないっすね。ラリーあるあるですけどね。私もクリップが結構手前になりがちなんで、人のこと言えないですけど。で、戸塚選手、戸塚選手、大阪選手、チーム、ネンク、ビッツ、CVT。はいはいはい。あの戸塚選手、踏んでますね。戸塚選手は車線に出てますね。さっきのピンが空いててちょっともったいなかったっすね。この前のモントレーも出てましたね。全日本ラリーの。少しもったいなかったな。ちょっと遅い。で、次が佐藤選手、佐藤選手、トヨタ東自動車大学校 GFA 黒ビビッツ、黒いんだろうなってことは。速そうな音が。なんか車結構速そうだぞ。だけどラインがもったいない。あ、ちっちゃいのに、そっちの方が賢いね。少し、ラインが外れちゃってるんですね。今のシフトダウンしない方が早かったんじゃないかな、そのままの方が。なんか車速そう。次が星野選手、高橋選手、オズの若者応援ビッツ、ダンロップ。ってことは、オズのチーム員なのかな？少しだけインガー外してますね。ダートのところのインガーはいいですね。インガーを少し外してますね。ここは落としてみた方がいいよ。シフトダウン、シフトダウン、シフトダウン。さて S 字どうかな。少しやっぱここも外してんな。もうちょっとライン取り変えた方がタイム出そうですね。星野選手の息子さんなのかな。違うかな。次 C4 クラスチャレンジのヤリス 1500cc MXPA10 のクラスになりますね。小川選手、伊藤選手、四日市消火器官センター CVT ヤリス。はいはいはい。ツイッターで見た方だな。あー、インガー外してるけど勢いがいい。なんか踏みっぷりがいいな。この人ライン取りがね、多分クリップが近いんですよ。だからクリップもうちょっと奥にした方がいい。これも踏みっぷりはいいから。インガーの車幅感覚も分かってそう。ブレーキがちょっと強いんでしょうね。ああ、いいっすね。あ、いいっすね。速そう。お、速い速い。速いね。いい踏みっぷりだ。次、赤澤選手、星野選手、オズの若者応援ヤリス、ダンロップ。この音は何なんだろう。カメラに何か動物が当たってんのかな。来た。踏みっぷりいいですね。おお、きれいきれい。初心者マークなんだ。すげえな、うまいな。昔のヒロキみたい。ああ、もったいね。アンダー出しちゃったけど、うまくまとめてますね。もうちょっと SG 止め。脱出は早い。ああ、早い早い。
次、佐藤さんと渡辺さん、アドバン奥山ヤリス。なんか虫がいるのかな？蜂に襲われてんのかな、あのカメラ。ちょっと来ないね。来ましたね。踏んでますね。奥山のカラーリングですね。ああ、少しライン取りがもったいない。ここもライン取りがもったいない。リンが開けすぎ。けど踏みはいい。あ、ここはいいっすね。落として、シフトダウン、シフトダウン。次がナオさん、カサボン、大吉レーシング、ヌーブル、ヤリス、ヌーベル、ヌーブル。ああ、ちょっともったいないですね、今の。まあいいですね、もっとインが行った方がいいって。今の右コーナーはちょっとここももったいない、いいアイテムけど平均車速が速い。あー、また出しちゃったね。コーナリングのボトム速度が速いですね、この方。もうちょっと寄ってもいいかな。これは逆に少し遅い気がする。車は速い感じだな。加速がいいな、あの車。で次が板倉選手、山岸選手。車速くするのもあのルール範囲内だったら実力だと思ってますね。ちなみにスマッシュアンテロープヤリス、踏んでますね。あれ、画像が飛んだ。あ、綺麗。あー、外が寄りすぎで、外が寄りすぎで、ちょっと蛇行しすぎですね。もったいない。ちょっといいの外しちゃったな。お、いい、いいね、いいね。あ、なんでシフトダウンしたのにそんな外側まで行っちゃうの、今の。もったいない。癖なんだな、この人。外回り、アウトインアウト律儀にやる人なのかな。あー、一回のクリップ外しちゃった。なんだろうな、サーキットの走り方で走ればいいって思ってそうだな。なんかちょっともったいないですね、ライン取りが。次、小田選手、東山選手、チーム小島 ART アリス。さっきも ART って言ったな。コーナリングは早い。右コーナーもっとインがついた方が多分早いっすね。お、いいね、うまいね、カジュエイドがうまいけど、ここ、おお、うまい、うまい。あー、もったいない、今の。一回ロールを戻しちゃったから変な振り子になっちゃった。あれ、戻さなければよかったのに。 S 字、まあまあまあ、ちょっと遅いかな。ちょっとだけはもったいない、脱出がもったいなかった、今のライン取りとブレーキのタイミングだと思いますね。次、橋爪選手、石井選手、ネッツ群馬、ラップ、パオタヤリス CVT。 情報量いっぱいだよな。パオタってなんだろう。来た、音が聞こえた。なんかアクセルを踏んだり離したりしてる。 CVT、 あ、だからか。あ、いいね、いいね、いいね。はい、綺麗。ちょっとだけ。あー、おー、これ、おー、いったね。少しもったいないですね。 S 字の1コーナー、車速は乗ってますね。出口はいい。
CVT ってやりどうなんだろうね。藤村選手、木島選手、群馬トヨペットチームヤリスですね。その次も群馬トヨペットチームヤリスですね。あと3台でクラスチェンジです。少し時間が空いてますね。来た。あー、なんかライン取りがもったいない。右側空いちゃってる。今の右コーナーもだいぶ空いちゃってる。ブレーキもちょっと不安なんだろうな。長いね。もう右側空いちゃってる。まあまあまあ、今の賢いと思います。手前でしっかり落としてからシフトダウンしてちっちゃく曲げてくる。ここもインが開いちゃってる。ちょっと遅いね。やっぱり出口のラインももったいない。車幅感覚を身につけるともっと速くなりそうっすね。次、エバラ選手、大谷選手、群馬トヨペットチームヤリスですね。来たかな。あ、いいですね。あれ、雨降ってる。そういうわけじゃないか。ライトよりもいいですね。なんか少し車が遅い感じがしますね。なんだろう、これ CVT かなんかなのかな、わかんないけど。ライン取り綺麗なのに加速しない。うん、ライン取りはさっきの方より全然綺麗で、その割には遅い。なんだろう、なんでこんな直線遅いんだ。次が小宮選手、横島選手、向島選手、どっちだろう。ヤリス D1BP、 これが最終ゼッケンになりますね。 C4 来た。いいんじゃないですかね。これもさっきの車と同じぐらいの直線の加速ですね。 CVT だとこういうもんなのかな。これはちょっともったいないな。慎重に行きますね。脱出が綺麗に行けるか。あ、外が行っちゃったな。ちょっともったいないね。S 字どうですかね。あ、少し1個目は開いちゃいましたね。脱出は良さそうな感じがしますけど。でトップタイムは佐藤選手がトップタイムなんですね。奥山ヤリスの方ですね。で次が C2 クラスと、ビッツの 1500cc、131 ビッツと91ビッツですね。千代田選手、柿沢選手、TRT ブリックダンロップビッツ RS が次は来ます。雨降ってんのかな？カメラのマイクになんか雨が当たってそうな音が。それとも風なのかな、動物がいるのかな、なんだかわかんないですね。結構空きますね。ってことはスタート多分2分空いてるのかな、まだオンステージで出てこないから1分ぐらい待ちそうですね。か誰かがクラッシュしてスタートが止まってしまった。来ましたね。出たんでそのうち来るでしょう。次が塩田選手、柿沢選手、 TRT ブリックダンロップビッツ RS。 ちょっとロールが来そうな運転だな。車速い感じがするけどライン取りがもったいない。ここもライン取りがもったいない。シフトダウン、もういいね。シフトダウンはしてないけど。SG1 個目、まあまあ、ちょっと、もうちょっと。
脱出ももうちょっとですね。クリップが多分近いんでしょうね。で次山口選手、海谷選手でいいかな。両方ともお会いしたことある方ですね。横浜超普通柏ちゃんピッツ。もう踏んでますね。雨降ってんだな。いいね。速い。ラインドリブいいね。映像が乱れた。ここはちょっともったいないね。お、ここ賢く行くか。お、賢く行ったね。踏んでますね。お、いいね。もうちょっとだけ今の右コーナー右側に寄った方が早いかもしれないですね。姿勢作りうまいけどライン取りが少しもったいない。よし落とせ。よしよし。あー、肝心なところで映像切れた。よくわかんねえ。お、いいですね。お、これは速そう。車速乗ってますね。次、中澤選手、藤川でいいかな選手。ラブカプロミュービッツ。中澤亮、中澤亮。なんか名前聞いたことあるような気がする。踏んでるね。ちょっとインカーもったいないけど、踏みっぷりがいいですね。今見てこうのやっぱもう少しインカー行った方がいいと思いますね。綺麗に曲げる。ちょっと今なんだブレーキで荷重移動しすぎちゃいましたね。もったいない。アンダー出した。S 字どうかな。あ、いい感じ。ちょっと脱出遅いかな。クリップをもうちょっと奥にした方が多分手前だったんで車速乗んなくなっちゃいましたね今。また難しい、読めないよこれ。円谷選手でいいかな。小林選手、トヨタ自動車大学校茶畑の BFA 横浜ビッツ。よくわからない、茶畑ってなんだ。来た。映像が悪い。インカーのラインがちょっと、ああ、ラインが甘い気がするな。よく見えないけど。ああ、やっぱここもラインが甘い。ブレーキ強すぎだね。もっと長く弱く踏んどけばよかったのか、もうちょっと手前で踏むかすればよかったと思いますね。ASG。ちょっとこれも1個目。甘いっすね。2個目はいい匂いすぎだから、車速が乗んないと思う。クリップが近い。次、大野選手、杉浦選手、GLW レーシングファーストビッツ。なんかかっこいいですね。GLW って何の略なんだろう。来ましたね。なんかすげえカラーリングに。おいいね。ちょっと外行きすぎよそれ。危ねえよ、怖いよ。ちょっともったいないね。いいか。おいいねいいねいいね。あーよかったのに脱出でダメだね。なんかライン取りが変だぞ。立ち上がりのライン取りが変だぞこの人。ちょっと遅い。なんだろうな。
やっぱ車速が伸びないね。なんかスラロームが苦手そうですね、この方は。で次、佐藤選手、加藤選手、トヨタ自動車大学校1号車ビッツ。この人もなんかクリップインにつきす、あの手前につきついちゃいそうな感じがしますね。いた車なんだ。石垣さんは違うな。どうだ、1個ずれたな。リタイアしたのか。吉木さん、石垣さんだな。セラメタキレイビッツですね。セラメタってクラッチメーカーのやつですね。 S 字灯かな。あー、リンカー外しちゃってんな。そうだと車速があんまり乗んないよ。クリップがやっぱ手前っすね。もうちょっと奥にしてった方が早いと思いますね。次、寺尾選手、小塚選手、マッスルビッツ。喉が渇いてきた。ちょっと開きますね。来た。CVT かな。あー、ラインが大きいっすね。リンガーつけてない。切り遅れてしてるのかもしれないですね。うん、ここもライン取りが、なんだろうな、ミチンの R に合わせて運転してる感じの運転ですね。モータースポーツに慣れてない感じがしますね。なんとなく。S 字どうかな。ここも一緒だな。なんかガードレールのインナーを見て多分運転しちゃってんだな。道の真ん中を運転しようとして運転しちゃってる感じがすごいしますね。慣れてなさそうな感じだな。次、平松選手、沢村選手、 NTP ニューベルビッツ来た。かなり覚えてる。選手 GATE 担当副エリビッツ。イン余しちゃってますね。うん、これもイン余しちゃってる。クリップが手前すぎる感じがするのかな。うん、これもイン余しちゃってるね。綺麗に行けましたね。なんか今のは右前タイヤに荷重かけすぎな気がしますね。 S 字、あ、ここも余ってますね。インガーが車幅感覚があんまないのかな。道の真ん中を走ってるような感じで走っちゃってますね。で次が大向選手、新井選手、レディーバグ、フレンズビッツで最終ゼッケンですね。 C2 クラス。お、攻めてますね。内容綺麗ですね。今の右コーナーもっと右が行った方が。新井純子選手、なんか名前見たことあるな。気のせいかな。あ、これもウィンガー余っちゃってんな。なんかロールはうまく使えてる感じがするんでもったいないですね。車幅感覚なのか意識なのかわかんない。あ、ここもインが余ってる。これはちょっと減速早すぎですね、今の。
つかめば早くなりそうですね、このこと。で、次クラス変わって C1 チャレンジクラス、アクアだけのクラスですね。NHP10 で、シスイ選手、シスイ選手。踏んでますね、多分。車が重そう。なんか曲がんなそう。ここでどうなるか。お、賢い。うまい。ちょっと外しちゃってんね。1コーナー目、2コーナー目少し減速しすぎな気がする。でクリップが手前なのかな。次野口選手、明治選手、熱群馬 G スパイスアクア横浜。コドライバーの明治選手は全日本ラリーのチャンピオンです。86とかでチャンピオン取ってます。運転見てるとなんであの操作で曲がれんかよくわかんないです。インカー外しちゃってますね。インカー余っちゃってますね。はい、落として落として、綺麗に回った。一つのコーナーで処理できたんでいいと思いますよ。が増しちゃってる。これ良さそう、速そう、いいですね。次ゼッケンが松沢選手、小平選手、アクア CCCI レーシング、アイレーシング、分かんない。踏んでますね。おー、いいね。埋まっちゃってるよ、今の右コーナー。もったいない。これも右側埋まっちゃってますね。踏みたい気持ちがなんか前面に出てる感じがしますね。今のコーナリングは価格系コーナリングいいと思いますけど。ISG、右側が超絶埋まっちゃってますね。ちょっともったいないね。インガー待って、クリップ手前だからもったいない、ね、で次が村山選手、演歌選手でいいかな。クスコ、ジール、アクア。あ、いいね、いいね、いいね。あ、右コーナーもったいないね。さっきの C2 クラスは山口君のトップタイムっぽいですね。うまい。ああ、もったいない、もったいない。今のはもったいない。はい、 SG、 あ、もうちょっと進入1個目。まあまあ良さそうだけど、脱出はいいっすね。大塚選手、前花選手でいいかな。トゥーザコアメープルアクア。あ、ってことは、ああ、レース屋さんの人か。メープルからのレンタル車両の方ですね、ドライバーは。違うかもしんない。こんなカラーリングじゃなかったような気もする。綺麗に、もう綺麗に曲がってきますね。これなのかな。あ、いいか、余しちゃってますね。
選手でいいかな、長谷川選手、ネッツ、千葉、シュポルト、アクア、シュポルトってなんだっけ、ダンパー屋さん、ちょっとお回りしてますね。ここはいいですね、右がだいぶ開けてますね。少し開けちゃってますね。ここ押さえて押さえて押さえて、もういいね。少し1コーナー余しちゃってますね。脱出は早そうですね。ライン取りが少しもったいないかな。脱出の次、黒沢選手、中村選手、NTPG、ヌーベル、信州、赤。来た。お、踏んでる。早そう。早い。あー、インガーもったいない。右側もちょっと行けばもっと車速伸び。あー、これももったいない。インガー余ってる。突っ込みすぎないでね。おー、いいねいいね、帳尻合わせた。あー、もったいない、インガー余っちゃってる。それはちょっと遅いと思う。もったいない。高橋選手、鈴木選手、トヨタ自動車大学校2号車アクア、これで C1 クラスのラストゼッケンですね。雨が当たってんのかな。あー、もったいない、インガー空きすぎ。あー、右コーナーもインガー空きすぎでもったいない。ちょっと大回りしすぎですね。そこは攻めないで、いいですね。S 字、あ、ここも開いちゃってますね。ここは逆に速そうですね。他のコーナーに比べて速い脱出が。で、次がオープンクラスになりますね。全車両メーカー関係なしの排気量区分なしですね。来ました。高橋選手、鈴木選手、アクアですね。右側もう少しブレーキを慎重ですね。ここもインガー余っちゃってる。押さえて押さえて、そう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 、そんな感じ。ああ、ちょっとアクセルも速くね。どうにかなったの。S 字どうかな。あ、もったいない、1個目もったいない。2個目いい感じ、速そう、速いけど、クリップは手前じゃなくて奥にした方がいいっすね。次が最終ゼッケン、相原さん、上原さん、D スポーツ、ダイハツ、コペン、あ、WRC ジャパンに出てた人ですね、相原さんは。700cc に排気量を上げたとかっていう話らしいですけど、ちょっと遅れてますね。まだ来ないですね。うん、だいぶ空きますね。松沢さんがさっきのクラスだとトップタイム、アクア CCCI レーシングの方がトップタイムで、その次が村山さんで、続いて野口さん、大塚さん、清水さんの順になってますね。まだ来ないね。なんかトラブルかな、こんだけある。あ、来た、戸上さん、あれ
ってことはさっきのオープンクラスの方ではなかったんだ。 GR ヤリスですね。宮田商会 GR ヤリス。おお、いいですね。右側をもっと攻めた方が。おお、いいですね。ちょっともったいないね。けどうまいですね。ちょっともったいなかった。1個目早いな。さっきまでアクア見てるから。で次が相原さんの上原さん D スポーツダイハツコペンですね。コペンもブースト上げると結構早いですからね。うちの練習会のお客さんでいるんですけれど、来た。少しもったいないですね。右側ももっと寄ってもいい気がしますけど、これももったいない。インカー埋まっちゃってる。これは綺麗に来ましたけど最後踏めなかったな。良さそう。車体ちっちゃい。ラインの自由度が高いんだ。で、これで全車両をゴールじゃない、通過したはずです。ということで、本日は TGR ラリー渋川伊香保のライブ配信を見ながら、私、ふみっぱが選手の走りを解説してきました。ありがとうございます。皆さん、いかがでしたでしょうか。ちなみに、選手の方で怒っちゃう人は見ないようにお願いいたします。でまた機会があればこのような動画を配信したいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは次回の動画をお楽しみに。コメントもお待ちしております。では